こんにちは。千葉県出身シンガー高橋涼です。高橋涼の歌動画第19弾ということで、今回は僕が一番好きなドラマ、コードブルーの主題歌でもある、Mr.Children さんの花火を歌いました。それでは聴いてください。素敵な明日を願っている。臆病風に吹かれて波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう。考えすぎて言葉に詰まる自分の不器用さが嫌い。もう妙に器用に立ち振る舞う自分はそれ以上に嫌い。笑ってても泣いて少しでも平等に解き笑かれる未来が僕らを呼んでる。その声は今君にも聞こえてますか。最初から分かっていたとしたって、もう一回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 何度でも君に会いたい。巡り会えたことでこんなに世界が美しく見えるなんて想像さえもしていない。純だって笑うかい。君に心からありがとう言うよ。届こらないように揺れて流れて透き通ってく水のような心で寂しくなった時の分まで、もう一回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 君を強く焼き付けたい。誰もが問題を抱えてるだけど素敵な明日を願っている。臆病風
風に吹かれて波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう。もう一回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 。最後まで聞いていただいてありがとうございました。今年はね、花火とか、見れないかもしれないんですけども、夏らしいことも少しずつ、できるようになると思うので、ステイホームで、乗り切りましょう。それではまた。